武井照彦チャンネル、テレラジオ青春野菜、今日一発目の配信でございますが、これを、来年2021年、3月26日まで毎日配信しようと思ってます。よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録者数3260人目標にしてます。まあ15分間ですが、まあ武井照彦のいろんな、思ってることとか、やっていこうかなと思っておるわけなんですが、まあなんでこういうのをやろうかなというきっかけはですね、まあ実はもう今から25年ぐらい前ですかね、僕がデビュー当時、その当時所属してたのが松竹芸能というプロダクションに所属してたんですが、そこの先輩である、今はね、走る男でもう有名ですが、森脇健児さん、森脇健児さんのお声掛けで、京都にある KBS 京都というテレビラジオ局、そこで、毎週日曜日、夜の10時から12時までの生放送かな、その番組にお声をかけていただいて約、まあ、6年7年やらせていただきまして、それはもうその当時京都のまあ中学生高校生に絶大なる支持を受けて、支えていただいて、すごい人気番組やって、まあリスナーもそうですけど僕にとってももうすごい青春でした。まあその番組が、終了しまして、その日かな、3月26日次の日か、3月26日に、京都の丸太橋の下で、リスナーみんな集まれって言ったら、もうちょっとこうびっくりするぐらいパニックになるぐらい人数が集まりまして、まあそこでまあさようならイベントみたいなのをやらせていただきまして、そこで、まあ番組はないけど毎年、3月26日にみんなで集まろうやと、でまあ出演してたパーソナリティもみんな集まろうやないかって言って、まあ毎年3月26日やってたんですが、まあそれからもう10年ぐらい前からですかね、まあそれぞれのまあパーソナリティも活動があったりとか、まあ事務所を移籍したりとか、ちょっとそれぞれがまあ交流もなくなり、そしてまあそこの326で集まるイベントもなんとなくやらなくなって、それから10年ぐらい経って、まあ僕も毎年気にはかけてたんですけど、まあ僕もまあ東京の方に来てるし、まあ自然消滅するんだろうなと思ってたんですよ。そしたらまあ、先日3月26日かな、リスナー元リスナーの男の子っていうか、もう男の人やわね、まあ慎太郎君っていう彼から、まあ LINE ではつながってたんで LINE が送られてきて、それでまあ写メも送られてきて、丸太橋の下で何人かが写ってるんですよ。でまあ LINE メッセージが僕を含めて、5人集まってましたっていう、それ来た時もびっくりしましてね、と思って、まだ集まってるんやと思って、それでちょっとまあ僕も感極まってちょっと涙が出そうになりまして、でまあ僕がまあその日一人でいろいろ考えてて、まあこの集まってくれた5人のためにも来年はちょっと一回3月26日集まろうと思って、それでまあタイムラインとかフェイスブックツイッターとかにまあ集まろうやとか、そんでまあ今までの出てた出演メンバーも、それはまあ自主性ですけど、まあ集まろうやとか言って、まあコメントを載せたら、まあいろんな方からこうコメントメッセージいただきまして、ぜひやってくださいとか、例えば私今アメリカに住んでるんですけど、
ぜひやってくれるならその日に調整して帰国しますとか、まあ、これフェイスブックとかで見たんでしょうね。そういうコメントを寄せてくれてるうちにだんだん僕ね、これちょっとまあ今まで、やってなかったことに対しての反省もあるし、それと今その子たち5人がなんで集まってくるんかなって思ったら、僕もね集まりたいと思ったんですよ、うん、それぞれまあそのリスナーの子たちはもう親になり子供も大きくなりとかいろんなこう人生を歩んできて、まあ僕も芸能生活、波乱万丈ですが、それでなんか今ちょっとこう求められてるし求めてる自分もなんかあるんやろなと思って、これちゃんと発信していこうと、交流を深めてなんか一人ずつ増やしていこう、じゃあその発信元は何があるんやろうなと思った、別にねテレビに出てるわけじゃなしにラジオ番組を持ってるわけでもなしに、もう日々もうずっと自粛ですからだからどうしようと思ったら、まあ YouTube チャンネルがあると、僕はあんまりこういう YouTube とかはあんまり好きじゃなかったんですけどね、なんでかしたら僕はもう地上波というこのテレビ、うん、ラジオ、それに出てるタレントっていうのがもう目標である、今でもまあそれは変わらないんですけど、まあでも今の時代、まあ何の発信でも同じじゃないかと思って、まあ自由にこうやって発信できるもんがこの YouTube というコンテンツの中であるんで、これでやってみようと。それでまあなんでこれをやろうかなと思ったのは、まあ来年3月26日までに僕はこれ毎日これを発信して、そしてまあ見てくれる人を一人でも増えていただいて、目標チャンネル登録数が3260日、まあこれは3月26日にかけてるんですけど、それを目標にして、でまあ来年の3月26日に1000人ぐらい集まるようになればいいなと。それは元々のリスナーはもちろん、新しくまあ世代を超えて、若い子から僕ら世代、いろんな人にこれを見てもらおうじゃないかと。うん、それでじゃあ、口コミでね、武井の話ちょっと聞いてみようかとか思って、面白かったね、だんだんそれがじゃあ3月26日京都丸太橋の下に会いに行こうかみたいに思ってくれたらいいなと思いましてね、うん、だから青春ベジタブルというラジオを軸に、これをやるっていうことではないですね、今日やっぱり武井照彦が、今までどういうふうにこんなもんが出来上がってきたのかとか、でこれからどうしていくのかとか、そういうのをこう振り返りながら、まあ、その時代時代には何が起こってて皆さんもどんなことをしてたんやろうかとかいうのをちょっとまあ発信していきたいなと思って、やっております。まあそうですね、まあ青春ベジタブルのこともちょこちょこ話を、交えながらもやっていきたいと思いますけど、まあ個々のね、タレントさんの名前とか、それからあんまり深いことを言えば、まあその人たちのね、それぞれのこうタレントのこう著作みたいなもんがあるんで、まあできる範囲だけで、やらせていただきたいし、でまあこれを番組をチャンネルをやってるって、まあね、元パーソナリティとか、ね、見てたら、まあ、いろんな事務所に行った芸人もいてますし、売れて忙しい人もいてますし、見てて、ちょっと一緒に喋ろうかとか、うん、なんかこんなんとかいうのがあるんだったらいつでも言ってきていただいたら、こっちからはね、おこがましいんで、まあ、なかなか声かけるっていうのは難しいもんでございますが、そういう感じです。じゃあそれと僕の漫談をちょっと見てください。ようこそ
結論から言おうか。これが令和の54歳。どう？マックシェイクをストローで吸ってて中身が口に届くまでに立ちくらみします。いる？裸のアメちゃん。いらない？ちゃんと除菌してるよ。あ、もうポッケで固まって取れねえや。あのさ、この前ニュースでやってたんだけど、オードリー・ヘップバーンデビュー作のローマの休日で有名になった噴水のあるあの階段、あそこで寝転んだり座ったりすると罰金を取られる条例が出たんだって。これ本当の話よ。結論から言おうか、もうローマに休日はないよ。あのさ、俺この前大阪行ってきたじゃん。懐かしかったじゃん。俺が東京に引っ越してくる前ずっと住んでた通天閣があるあの町。あの町皆さん行かれたことあるかな。あの町ってさ、漫画みたいなおじさんが普通に生活してるわけ。いや本当よ、昼間からヘベレケのおじさんが通天閣見上げて、お前が降りてこいって意味わかんねえよ。歯が3本ぐらいしかないわけ。あの町のおじさんは歯の本数が1桁しかないの。2桁の人は住めない条例があると思うの。だから歯が10本あるおじさんは、頼むわ1本抜いてくれ、そうでないとわしここ住まれへんねん。住人の過半数が仕事と指紋がないこの町に久しぶりに行ってきたよ。ちょっとおしゃれになってたよ。そしてびっくりしたのが、犬を散歩させてるおじさんがいてたよ。だって今までそんな光景見たことないから。それもワンちゃんに服着せてたよ。過保護に育ててるんだろうね。ふかふかの白い服。ただその散歩させてるおじさん、え、さっき車で引かれたの？っていうようなボロボロの T シャツに、胸のところに英語でキャットって書いてたよ。意味わかんねえよ。でも街中で飛び交う会話があったかい。さすが大阪だよ。その散歩させてるおじさんの後ろの方でおじさんが、おい、その犬わしの犬やと叫びながら路地に消えていったよ。散歩させてるおじさんビビってたよ。おそらくこの犬は誰の犬でもないであろう。所有権のないこの町、漫画だよ。昔ながらの商店街、昔ながらの電気屋さん、外にテレビを流してる、この光景は昔と変わってなかったよ。その外にテレビを流してる画面におじさん、これぐらい顔近づけて、おじさん静電気でない歯が生えるよっていうぐらい近づけて、違うわ違うわ言ってるわけ。何言ってんのかなと思ったら、そのテレビから、アンパンマンは君だ、違うわ、分かってるよ。この街は365日休日だよ。たまに、いや、びっくりしたのが2年ぐらい前かな、3年前かな、僕東京の祖師ヶ谷というところで呼び込みライブを一人でやってる時に、お笑いどうですかって街中で大きな声やってたら、てるさんでしょとか言って、なんかまあ30代ぐらいのサラリーマンが、僕青春ベジタブル聞いてましたとか、声で分かりましたというね、なんかそういうのを聞いた時に、あ、すごい番組に森脇健児さんが声をかけてくれたんだなっていうのがありまして、だからすごい番組でした。だからそれのことで、僕が培ってきたもんもすごく財産になったし、ぜひ今日からスタートでございますが、武井照彦チャンネル、青春野菜これ青春は青春でベジタブルを野菜にしただけなんですけどね、青ベジをちょろっとしかとか言いながら思いっきり頼っとるじゃないかっていうのは、いや、そういうわけじゃないですよ。まあ、あの、だからもしもね、あの、これ見ていただいて、なんか質問なり、なんかね、こんなことを喋ってほしいとかリクエストがあったりとか、そんなあれば、あの、ここにね、はい、ぜひ送ってきてください。それじゃあ、また。